こんばんは。めちゃめちゃゲリラでめちゃめちゃゲリラで失礼します。もうこんな時間だけど、やばい、なんか固定コメントをチェキ会書いたままだ。こんばんは。やあやあやあ、ツアーありがとうございました。3日間、3日間、山井さんめちゃ可愛い、ありがとう。楽しかったです。4公演走り抜けましたね。走り抜けましたね。わあ、一緒に走り抜けてくれてありがとうございました。けんちゃんありがとう、こちらこそありがとう。つなさんめっちゃかわいい、ありがとうございます。静岡の店舗のたけさんタワーありがとう。パンダアイスタワーありがとうございます。アイスの季節なのね。もうなんだこれは、なんか画面が固まっちゃった。なんかフレームがあった。なんだったんだろう、すごいホワホワしたフレーム、なんだあ、当たりって言ってた。ゆずきちさん猫ありがとう。猫ヤンカーさんも猫、あ、なんかクジなのかな、猫。たけさんも猫ありがとう。せちさんめっちゃかわいい、ありがとうございます。あ、そう、服これ黒パーカー、今日 MC でゆらちゃんになんかなんて言ってたっけすごいヤンキーみたいって言われたパーカーそうかな。今日 MC すごいなんかすごいすごい MC だった。ようちゃんさんアイスありがとうございます。なんかね、話せば長くなるんですけど、ヤちゃんにすごい黒い帽子かぶって黒いパーカー着てなんか怒ってるかと思ったって言われたからヤンキーみたいだったって言われたから、そう、ちょっとブランディングに支障をきたすのでやめてくださいって言いました。嘘よ、いしょしょ、山猫ポーズさんアイスありがとう。なんか今なんて出たんだろう、なんかタイみたいな。カズサさんも
ありがとう。陣来さんもありがとう。あ、アジ、アジか。アジか。そうかそうか。そう、いろいろ話したいけど、もうあと10分しかない。何話そうかな。何話そうかな。今日はね、そう、昨日は2公演で、もう足がめっちゃ痛くて、終わった後もうずっとシップ貼ってマッサージして頑張ってたんですけど、そう、今日ね、整体の方がいらっしゃって、山口の会場に、山口公演の会場に整体師さんがいてくださって、そう、していただきました。ラー、めっちゃ楽かも。今とか全然痛くないもん、元気。そう、予約取れたメンバーがこう名前で書いて、予約の順番書いてて、そう、整体師様、ボキボキなったって、あ、それは違うね、それは整骨だね整骨院に行くのを趣味で最近行ってるんですけど、整体だったね。そう、お一人でみんなしてくださって、ピルマさんもありがとう。そう、だからかな、楽。え、でもね、メダルを獲得しましたその整体の方がメダル受賞って言われて、え、何のことだろうって思ったら、その何、凝り具合が3本の指に入るらしいそう、バキバキ度バキバキメダル獲得しました。そうね、優勝とは言われてないね、メダル獲得そう、なんて言ってたかな、ふくらはぎと腰、右の腰がって言われた。嬉しくないメダルかも。何色のメダルだったんだろうね、それは分からん。私には色の見えないメダルなので分からないんですけど、でも今めっちゃ楽なんよね。銅色がいいな。そう、今日は髪型を巻きました。ゆずきちさん、猫ありがとう。前髪少し短くなった？え、そう、1日目の広島、17日の広島公演の時にもう前髪長すぎてくるんってしてたんですけど、確かちょっと切った。そう、いつもと違う髪型、よしん森巻みたいなやつ
来ていただきました。初めて知ったけど、なんか結構メンバーとかメイクさんとか衣装さんに褒めてもらえて嬉しかった。結構褒めてもらえた。新担当さんめちゃかわいい、ありがとうございます。そう、結構ツアーは振り返ってみたら割と可愛い系の髪型めっちゃしてて、ツインテールとかハーフツインとかツインのお団子とかが多かったから、今日のテーマは大人でした。え、そうなんよね。ちょっと褒めてもらえたから単純なのでまたするかも嬉しくなってまたしてるかもしれん。あと5分じゃって、あと5分じゃ。そう、次は徳島と岡山。楽しみ。チェキ会でもって、チェキ会はね自分で髪するからね、自分でも何巻きできそうって、ふうちょっと練習しなきゃ。ねえ、残り3公演あっという間かも。もうだってもうあと3回か。あっという間だ。ツアーはね、皆さんと距離が近いのも見どころですし、あ、そう、今日はさリコちゃんが花道でね瓦そばを作ったりしたんですよ、してたんですよ絶対みんなびっくりだったでしょ。あの1曲目からダダーンって出てきて、花道でもう瓦そばを、そうね、実際に作ったそういうね、その土地ならではのこととか他にもねできたらいいですよね。リコちゃんの作った瓦そばは食べれてないけど、お昼ご飯に準備してくだ、待って、58分、58分、ちょっと待って、先に壇上へも壇上を読ませていただこうと思います。13位山猫坊主さん、12位コミさん、11位陣雷さん、10位ヤマイさん、9位ケンちゃん、8位シンタンタンさん、7位ツナさん、6位ヤンカーさん、5位ヨウちゃんさん、
4位ゆずきちさん、3位かずささん、2位しょういちさん、そして1位静岡の天場のたけさんです。ありがとうございます。ありがとう。そして明日吉の方はゆうちゃんです。おめでとうございます。またゆっくり話しましょう。ちょっと今週はもうバタバタすぎて全然配信もできてなくて、また話しましょうね。ちなみに私はもうさっき帰ってきて、あのチルを飲んでるのでちょっと割ともう今まったりめでお話ししております。そうチル済みなんよそうなんですよね公演の後恒例の、だから割ともう今頭にもやがかかってる。今日は明日からそう月曜日だね。皆さんもゆっくり休んで共に頑張りましょう。